はい、皆さんこんにちはでございます。ドラクエ6ですね、やっていきましょう。本日は本日は先日ですね昨日がありますね。ライブもありがとうございました。いや強かったですね。ちょっとねあれからね喉の調子がね、まあ、いつもあんま良くないんですけど、なんかね扁桃腺が腫れてるっぽくなってるんです。なのでねちょっとあんま喋れないかもしれないですね。ひょっとしたら風邪ひいたかもしれないですね。おっと、実はねライブの、まあ、だいぶライブの数時間前なんですけど、ちょっとお菓子食べたんですよね、ポテチをね。で私ね塩気のきついお菓子を食べるとね口の中にね水ぶくれができるんですよね。今回もねそれがまあできちゃったので、潰してからね水たまりをね潰してからなんか喉がね痛い感じがするんで、ひょっとすると風邪ではなくてそのどっか炎症を起こしてるのかもしれないですけどね、扁桃腺の緊張っていうのかもしれないですけどもね、ちょっと声が出しにくいような感じですね。ライブの時はね別に気にならなかったんですけど、終わってからしばらくするとそんな感じになりましたかね。バーバラさんはソファーさんの演技派になった、バーバラハッスルダンス、ああハッスルダンス覚えたんですよね。使ってくんないけど使ってくんないんですよね。いやそれにしてもなかなか強いです。まあ、ここは全然問題ないというわけでもないんですけど、なんとかなるんですけど、この続きがとんでもないね。まあ、ちょっとお金稼がないといけませんね。何今の回し蹴り、とんでもない回し蹴りくれたんだけど。これがあるのとないのに全然違いますね。マジックパー使わないんですよね。はい、テリーさんレベル41になりましたね。1ポイント6ポイント、マジックパーが1ポイント、3個いった。 2だけ、2だけ上がりました。アモッちゃん、いやバーバルさん寝かしましょうか。それと防御力誰が一番上かな。あ、やっぱホイミンさん高いよね。ドランコさんだいぶ下がりましたけどね。あ、私350だけど1ポイントが全然なんでね。あ、アモちゃんの方がさっきの方がいいね。アモちゃん前に持っていきましょうか。この感じね。こっちじゃなかったね。トロールボンバーなんかとんでもないわね。力足りてんのね。入った。ああバーバラさんあんまり回復しなかったね。もう一回見ましょうか。だよね、本人さんまだ大丈夫だから。意外にね本人さんのねおたけび読んで聞きますね。本人さんいいとこで使ってくれますよね本当に。ほんと昔に比べるとちょっと価値が減っちゃったよね。バーバラさんもう一回寝ますか。
バーバラさんあれでしょ、100超えてるでしょ、マジックパワー。あ、216もあるよ、バーバラさんね。これ上げとくべきですね。上げとくというか、休息しておくべきですね。あら、ダメでした、今回。いやー、体勢ついてんね、ほんとに。ブースカさんはほんと、ちょっと強烈だわ。こんな3匹出てくるとね、あ、終わった。吹雪。いやー、どうすんだい、これ。入れ替えしましょうか。でね、ドランゴさんと、そうだね、キングスさん、あ、そうだね、キングスさん、あとトビーさんで、私が行っちゃおっか。で、私が特技行っちゃおうかな。ギガスラッシュ行っちゃおっか。お、強い。あ、一撃だったわ。しまったね。回復させるの忘れてました。アモスは現在のウィザーネット、アモスはベホンマラの呪文を覚えた。アモスはジュアレのとか、今一瞬ジュワワって言いかけたね。ジュワワって言いかけちゃいました。ホイミンさん、バーバラさんが、バーバラさんがザウリクだね。入ったら、で、いや、なかなかここも強いっちゃ強いよね。で、あと、ホイミンさんがベホマズに唱えようかな。ちょっと私参戦しちゃいましょうか。トビーさん、キングスさんはあの位置じゃまずいよね。並び替えしましょう。ドランゴさん、トビーさん出しましょうか。で、そうだね。で、私ホイミンさんにしますか。ちょっとホイミンさんね、ちょっと下げましょうか、後ろにね。私すぐ死ぬよ、これ。ジゴスパーク行っちゃいましょう。なかなか強いよね。勝つから終わっちゃうかい。ああ、一旦で終わったね。やっぱ勇者いたら強いね。ちょっと待ってね、ホイミンさんちょっと寝ましょうか。心もとないんで、ホイミンさんとバーバラさん入れ替えながらできればいいんだよね。あら、あ、そうかそうか。ここちょっとね、そうだね、寝るからあれだね、寝るから唇が吹っかかれないね。唇吹いたらえらいことなんだよ。あ、終わり？あ、ラスト天族さん、そんなに一ポイントないんだね。はい、ドランゴさん、レベル23に上がりましたね。一ポイント3ポイント、マジックバーが6ポイント。さあ、こういった。1、2、1、4、6、7ね。はい、私のマジックパーもなくなってきたね。トビーさん。トビーさんもいいのか。ホイミンさんもいいよね。トロロボンバーっていうのなんとかなんないかな。強そうだね。というわけかな。じゃあね、入れ替えましょうか。私が去っちゃいましょう。あむちゃんにいっちょきましょうかね。いやー、ほんとこれレベル65ぐらいまでって言って教えていただきましたね、ライブの時に。65だ、まだまだですよ。このちょっとトロウボンバーっていうのも、あー、でもあれか、
あの、これ俺、あらららら。あの、ここでの敵じゃないんだけど、あの、3匹、あ、誰だっけ、あの、凍える吹雪吹くね、あの、最後のボスのところにもいましたけど、あれちょっと辛いな。目覚めるわ、あもちゃんもね。こう普通にすごい。普通にすごいね。ね、入れ替えましょうか。あもちゃんの代わりにね、私が入りましょう。ね、ハッスルする？ハッスルしましょうか。それハッスルハッスルと私上がんないんだよね。でも私物理には強いんだよね。おお、あ、なんとかなったね。はい、ホイミンさんはスーパーサーのニューフェイスだったホイミンはメガザルダンスの特技を覚えたと。で、私ストーブ48まで上がってるのか。私が寝るべきかな。私寝るべきだね。で、本人さんも寝るべきだね。うん、まあ、とりあえずこのもんかな。で、歩きまくって回復しまくってと。で、寝てるんで入れ替えましょう。障害でね。ドランゴさん、トビーさんをそのままで、私とホイミンさんを、アモちゃん、あ、バーバルさん、テリーさんにしましょうか。まあ、テリーさんは遊びに行ったかな、やっぱ。場所ね、ちょっとまあレベルもそうだけど職業もそうだけど、レベルも職業もお金も全部がいるね今ね。すごいねほんと。さあ入れ替えましょうか。そうかね、ドランゴさん、でバーバルさんダメだね。で、ホイミンさん、あたし、キングさんにしましょうか。で、あたしがハッスルしましょうか。これ、スクルト効くのかい？
私も死にかけてるけど。もうめ、歯車見たら物理だけなんだね。敵になるとね、ほんと何も聞かないんだけどね。あら、生かすわ。本当に、ドランゴはモモズがデビルマスターになったと。キングスは踊り子のステージデビューになった。キングスは不思議な踊りの特技を覚えたと。誰だっけ、あら、遊びまくりはまだまだ大丈夫なんだよね。あ、遊びまくりもう一個くらいか。あ、キングスさん、いや違ったね、ごめんなさい、私は違うね。デビルマスター。ああ、星5個ね。星5個ということですね。と。あ、じゃあね、ちょっと時間いいんで、この辺で終わっておきましょうか。ドラクエ6、この辺で終わっておきます。どうもありがとうございました。